半ばだというのに、今日も暑くなりそうです。お前一生そこに座ってる気か。京君、毎日毎日言われると頭くるけどな。でもお前の場合、たまには弱音吐いたって、わがまま言ったっていいんだよ。どうしたらいいのか。そういう時はどうもしないんだよ。どうにかしなきゃって思ったらどうにかすりゃいいんだよ、多分。お前ってなんでそんな泣き虫だ。好きだよ、そばにいたい。僕が見えるその時まで。僕は僕はこんなに自由でこんなに寂しくなったのに。呪いが解けたって好きな人が手に入るわけじゃない。僕が溶けるより今日が溶ける方が徹は喜ぶ、きっと喜ぶ。だって分かるでしょ、私はお母さんを一番に思っていた。私はただ京君をただ何からも、相馬からも、呪いからも、誰からも奪われたくない。泣いとけ。ごめんなさい。本当素敵かな。はい、王子様みたいです。僕だってやっぱり男だから。トールは僕のプロポーズを受けてくれるかな。ねえ、諦めちゃうとそんなことだって起きるかもしれないって分かってる。なのか。だって分かるでしょ。鬼によって鬼かよ、バカじゃねえの。聞いてください、私何にも知らねえで。好きだと思うお前がかわいそうだ。だってそれでも通したって京君を好きだって思う私は認めてもらえないんですか。Just like a dream.